クリスタルシャワー、素敵情報を配信中。知ってほしい情報が盛りだくさん。チームクリスタルからのギフトは、誰かのためにエイエイオー、下町スピリット。見て聞いて参加できるラジオが始まりますよ。未来ミーティング、こちらのコーナーはショーケースグループのメンバーが未来をちょっと良くする知識や情報をお届けするコーナーです。こんにちは、ショーケースキャピタル執行役員の鈴木です。そして、はい、ショーケースキャピタルの広谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、少し固め一発目だからね。親瓶がいない。親瓶はいない。今日は欠席となります。欠席言い方代役としてやってまいりました。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ですね、まあ前回、私の方が参加させていただいて、はい、まあ、今回2度目になりまして、はい、まあ、2度目からいきなり親瓶が欠席なんですけれども、親瓶急に安心しちゃって、もう任せるよ、あと頼むと、あと頼むあと来れる時好きな時来るよみたいなね。なので、また来ることもありますけれども、はい、その時はぜひよろしくお願いします。はい、まあ、初めに紹介がありましたショーケースキャピタル、はい、まあ、何回も、はい、言葉出てきてると思いますけれども、はい、まあ、その中でですね、はい、我々その動画のプラットフォームをやっていて、うん、スタートアップの企業さんと、うん、あとは投資家さんとか VC さんとかをつなぐ、うん、まあ、プラットフォームを展開しているスマートピッチというものを展開しているんですけれども、うん、まあ、今年はですね、それをより多くですね、知っていただくために、うん、いろんな活動をやっていきたいなというふうに思っていますと。で、早速なんですけど、昨日ですね、まあ、世界的に有名なですね、プラグアンドプレイ社といういわゆるこうスタートアップを支援する会社があるんですけれども、うん、そちらの企業さんとコラボレーションして、うん、ピッチイベントをやってきたばかりでございます、やってきた、はい、昨日、どうでした、どうでした。30名ほどのですね、参加がありまして、大盛況に終わっております。素晴らしい。なんかいつもそのタイミングなのよね。今からだったりもうすぐ ね、やってきたばっかりとかっていうタイミングで必ずいつでも何かをやってるんで、ね、はい、本当ですよね。はい、でそういったピッチイベントっていうのは、うん、もちろん東京だけでなくてもう本当に全国で、うんうん、もう数多く開催されているんですね。はい、でそんな中でも、うん、うちの広谷がですね、はい、いろんなところに出かけて行って広谷、はい、どこでも行っちゃうからね、どこでも行っちゃいますからねそういったスタートアップのですね、うん、動向を、まあ、日々追っかけているという状況なんですね。広谷さん、最近の行ったそういったピッチイベントみたいので、はい、何か印象的なイベントってありました？そうですね、先日、大阪とか京都のピッチイベントをちょっとこう拝見してきまして、やっぱりそこで感じたのはこうスタートアップの起業家の方にもこう地域性ってあるなっていうのをすごく感じましたね。なんというかこう大阪の方は結構こうコミュニケーションをすごくでこう前に前にという感じの印象を感じたので、やっぱりまたそれは東京の起業家の人ともまたちょっと 色が違う、いいすごく素敵なところだなって思いました。あとは何でしょうね、そのいろいろこうお話をする中で若い起業家がどんどん輩出されていっていて、本当よね、最近ね、そうですね、もうなんでなんだろうなっていうのをこう探っていくと、だんだんなんか大学で起業家のプログラムがこう組まれていたりとか、そうだよね、学生さんで起業してる人結構ラジオいらっしゃるもの、はい、おー、うん、そうですね、学生なのにみたいな、学生じゃないじゃんみたいな勉強はどうしたみたいなね結構いらっしゃいますね、うん、はい、そういうのをやっぱり感じました。そうなんですよね、なのでやっぱりスタートアップとか起業みたいなのだと、やっぱりどうしても、もちろん東京は多いんですけれども、
やっぱり地方でもやっぱりかなり盛り上がっているっていうのがすごく印象がありますと、うんうん、で、まあ、やっぱり大都市はもちろん多いんですけれども、ね、まあ、東京、大阪、うん、あとは福岡ですね、あとは出身の東北の方でも、はい、仙台とかでもそういったコミュニティがあったりとか、まあ、やっぱりかなりその起業する下地っていうのは日本でもやっぱり出来上がってきたのかなというのはすごく感じてますんで、まあ起業家がいればそれだけスタートアップがいるので、うん、あの少しでもそのスマートピッチを知っていただけるように日々広谷が飛び回っているという状況です。そうです、はい、バリキ娘だからね、バリキでどこまでも行きます、はい、はい、そんな感じでやらせていただいてます、はい、あとはですね、うん、あのまあ、もちろんそういったショーケースキャピタルのミッションがある中で、うん、あとはもうちょっと広い形でショーケースグループとしては、うん、今年はですね、ぜひあの採用活動をですね、うん、積極的にやっていきたいなというふうに思います。今まで以上に？今まで以上です。もちろん新卒、中途、まあ、あとはいわゆるスペシャリスト、まあ、エンジニア、まあ、開発会社なので、そういったところの人材をとにかく幅広く取っていきたいなというふうに思っていますと。で、特にですね、やっぱり若い世代、まあ、ここのゲストもかなり若かったと思うんですけども若いしさ、入ったばっかりでもう本当に入ったばっかりじゃないっていうところで、だけどもう、あの会社のことも本当によく理解してたり、うん、はい、じゃあ自分ができることもなんかすごくもう分かっているし、うん、そうですね、なんだかしらこれはって思いながら今までのなんか新人社員さんとかっていうイメージと全然違いますよね、うんはい、なんかスタンスがも、うんうん、あの情報もいろんなことで取り入れられる世の中だからかな、はい、そうですね、分かんないけどね、それもあると思いますね、うん、やっぱりあの僕の世代なんかというのは、うん、まあ、大学卒業して、ね、新卒で入ってみたいな、順番があるよね。そうですね、ね、でも今はもうそういう時代ではないので、やっぱり若い人たちが率先して情報を収集するし、まあ、それに負けないように我々も情報を発信して、うん、まあ、いかにこう働きやすい環境であるかというか、うんうんうん、ショーケースグループの未来を作ってくれるような若い世代っていうのをどんどんやっぱり採用していく、うん、これからどん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 やっぱりこう若い人が少なくなってきているので、ね、だから現場を経験してる本当に現役の先輩たちが今、うん、トップにいるじゃない、はい、だからそれがあの現場は経験してないけどいろんな形で情報を、うん、あの受け取れる若者たち、うん、柔軟な若者たちがタッグ組むから、はい、なんか面白いこと起こりそうよね、うん、もうまさにそうだと思います、ね、うんうん、そうですね、やっぱり事業を展開していく中で、うん、やっぱり固執した考え方だけだとなかなか難しい、うんうん、それをどん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 若い世代の新しい意見であったりとか考え方、うんうん、どういった今ニーズがあるのかみたいなのを取り入れることがやっぱ重要かなとすごく思います ね、 本当ですよね、はい、なんかしょっちゅうそういうなんていうの、会議というかミーティングというか、なんかそういうのってしょっちゅう行われてるの、うん、もちろんそうですね、もちろん部署ごとにだったりもするんですけれども、でも基本的なスタンスはやっぱり変わらないので、あのいかにそういった意見をなんか若い意見だから違うよっていうことでは全くなくて、あそういう考え方もあるねと、あそういう世界観があるんだっていうのが逆に年配の社員の方が気づかされるみたいなことも多々あると思っています、はい、でもその先輩の方々がそれを聞きたい知りたいって思ってる人たちだからいいですよね。そうです、そうです、そうです、うん、ね、はい、やっぱりそこの柔軟性みたいなのは非常に重要かなと、まあ、風の時代ですし必要ですよね。はい、そうです。なので今年はですね、うん、あの広くどんなジャンルの方でも、うんうん、あの採用していきたいと思ってますので、うんうん、まあ、おじさんおばさんを取らないわけではないんですけど、うん、特に、そんなこと言うと応募しちゃうぞ。いや、いやってなんだ、これ言うとね、平野さんもね、はい、あの軽く笑いながらね、うん、あまあまあそれで次の話題はねってね言うんだよね。言いますね。はぶらかされちゃうんですか。はぶらかされる。それはよくないですよね。応募しちゃうぞ。万人平等で。まず書類審査かな。本当書けるかな。でも本当いろんな分野の方々で、うん、あのほら
通常でこう引退した方でも素晴らしい、まだまだいろんなことがあのフルで働けなくても、はい、ね、素晴らしい経験となんかアイデアもあるかもしれないじゃないですか、はいはい、年齢だってほら幅広くもちろんです、ね、いらっしゃるわけだから、はい、いいとこはもう全部取り入れてっていうのはいいですよね。そうです ね、 ね、あの前回もお伝えした通り、うんうん、いいとこ取りをやってるので、ね、はい、はい、あのいいとこ取りってなんかちょっとずるみたいな感じするけど、うん、いや、いい言葉ですよね。そうです、いいとこ取っていくってね。そうです、そうです、いいとこ取り、はい、うん、なのでその方針でですね、今期は、うん、もう大量のですね採用したいなと心から思ってます。先輩になっちゃうじゃん。先輩にちょっとドキドキしますね。我々4月にも新卒が入ってきますんで、ね、あ、もう、はい、そうか、4月だ、もう4月もう間もなくですから、はい、ピカピカがやってくるのね。やってきますね、はい。その他にもインターンで今大学生が働いてたりも、うんうんうん、まあ、ここにも、あ、そうそう、はい、来てますよね。インターン君たちが来るんだよね。そうですね、本当ね、なのでどん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 取り入れて、はい、うん、はい、活気あふれる社内にしていきたいなというふうに思ってます。楽しみですね。楽しみです、ね、楽しみしかないじゃないですか。楽しみしかないですね、うん、ぜひ応募していただいて。怒られるよ。怒られる。二度も言わないって怒られるよ。さらっとかわしなさいって言われるよ。そんなことない。もう可能性がある人であればどんなジャンルでも、いや、私あのやるとなったら頑張るようだって。違うか。やるとなったら。ぜひぜひ、はい、はい、次回も楽しみですね。もう次回、はい、あのインターットとか来ちゃうかもしれないですね。来ちゃうかもしれない、ね、楽しみです。また楽しみにしていただいて、はい、はい、よろしくお願いします。はい、 ありがとうございました。また次回もお二人かな、募集は来るかな、どうですか ね、 ね、どうでしょうか、ね、それもお楽しみに、お楽しみでね。何でもお楽しみにしていただいて、はい、ありがとうございました、はい、次回も楽しみにしております、はいはい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ショーケースキャピタルの未来ミーティング、また次回もお楽しみに。さあさあさあ、クリスタルね、今年2024年のキーワードは思い合うというところでね、意識を統一して、進んでいきましょうという形で進んでおりますが、年明け早々ね、女子舞台が半分になってしまって、みんなちょっと体調崩してしまったり、ちょっと2人きりで頑張っていたんですよ。水曜日なんかね、見てわかるかな、この機械系あまり得意じゃない金ちゃん一人でね、はっとこってはっとこってやってるんですけど、みんなの協力のもとね、なんとかね、みんな優しいんですよ、出演者の皆さんがね、あのカメラを動かすんじゃなくて自分が動いてくれるって、僕こっちに入りましょうとか言って、なんて優しいんだろうと。こういうのは日頃頑張ってると、あのなんかその時にね、あのあ今は大変だねって言ってちゃんと手伝ってくれたりね、これどこ片付けるの、どこで貼るのとか言ってやってくれるので、もう本当に感謝感謝でございます。で、あのなんとかあの乗り切りまして、3月からはあの福岡に帰ってきましたので、そして拍手。本当よね、もう今だから笑い話にしちゃいますけど、あの生放送だからね、やっぱりあのラジオは無音になっちゃいけないんですよね。音楽がかかってるのか喋ってるのかしないと放送事故になっちゃうので、なんかね、どうしましょうって言って時給中継までやりましたからね。あのはいはい、入れ替わりますよ、ガタガタしますよ、髪がゴソゴソ言いますよとかっていうのをずっと喋り続けて、無音じゃないもんねとか言いながらね、それやっちゃったらね、もうなんか怖いものなくなっちゃって、なんかな何かが足りないとか言われても、あ、そうなのね、足りないのねとか言いながらできちゃってますね。なんか人ってほら、あの脳でも90%何を使ってなくて数%で生きてるって、ね、それでもこんないろんなことができるわけでしょ。心もそうだし、いろんな、いや私なんかできないって言ったって、やんなくちゃいけなくなったらできるわけですよ。私意外とできると思いながらね、まあだけど本当にあの
いつもいる人たちがいなく、ね、その場に いない日があると改めて思うよね。あ、本当に一人でやってるんじゃないなっていうのをつくづく思うし、みんなで作ってるんだなと思うし、私はおかげさまで、ラジオ活動は16年目ね、クリスタルも14年目に入るのかな。なんか本当にね、長くこういう場所で発信する場所を、持たせてもらって、またあれなんですよ、クリスタル4月以降ね、たくさんの中でのね、番組がスタートしたり、コーナーがスタートしたりね、ちょっともうびっくりするぐらい、本当に嬉しいです。なので少しずつお披露目していきますので、楽しみにしていただきたいと思います。そして、キリンもね、みんなの、いろんな YouTube とか、まあ、いろんなの Instagram とか、皆さんのことをなんていうの、お披露目するような、ね、場所を作ったりとかしてたんですけど、キリン自体のやってることをね、なんかお披露目するの作ってこなかったので、今年からもうそろそろ私もやっていいんじゃないのっていうことで、キリン亭チャンネルっていうのをね、 YouTube スタートしたんです。まだだから1月1日からスタートしたので、月2回、1日と15日だけ上げていてやっておりますので、よろしかったら、あれなんていうの、チャンネル登録してくださいっていうの、やってる、みんな違うんだよね。なんだっけ、インスタグラムはフォローしてくださいねかね。で YouTube はチャンネル登録してください、 Facebook はいいねしてくださいかね。みんな違うのね。で私は X はやめたので、黒いから嫌だからってことで、ちょっとクリスタル的にはインスタグラム担当なのでね、私が動かしてるのが3つばかしありますからね。金曜日のコーナーの伝言バイイロハっていうやつと、あとはあと何だっけな、あ、虹色便のことをする虹レタと、これもね、ずっと やりたいなと思っていて、やり始めたけどずっと寝かせてたキリンのインスタグラムがあったんです。だけどこれを、そうだ、うちにね、保護犬のレモンちゃんが来たので、キリンレモンということで、キリンレモンっていう今わかった、やだ、私がキリンだったらうちに来た子はレモンでしょうね。で、うちの子は実は保護犬でしてね、過去に220頭の、多頭崩壊からね来た子で、本当に最初はもうバチバチ子で来ましたけど、今はもう一人っ子、ピカピカなね、ふわふわな子に なっておりますので、で元保護犬が保護犬を応援するということで、クリスタルはキャラクター化してグッズ化して、それを販売して、それをまた保護犬に活動に使ってくださいっていうことを、静かに やんなくてもいいんだけど地道にゆっくりゆっくりやってるので、またそういうのもインスタグラムでお披露目していこうかなと思っております。さあさあ、今日喋りたいことは喋ったので、後半はね、素敵なゲストさんがいらっしゃるので、ちょっと曲を聴いていただいてブレイクタイム